各国がコロナ対策で相当お金をばらまいてきたという状況を考えればかつて我が国がバブルの崩壊で起きたのと同様の現象が国の利上げ政策によって世界的な規模で起こるという可能性はないでしょうかこのまま金融緩和だけを続けても給与や賃金は一向に上がらないとコストプッシュ型の悪いインフレですね物価上昇して国民の生活が厳しくなっているという悪循環が起きていると国民が使えるお金が増えないと結局景気はもちろん 国民の生活が改善されません日銀が単独でお金の供給を増やす金融政策だけやっても何も解決できないということがもう分かってきたというふうに私も思っています今の状況を例えるなら医者である政府が全く治療を施せず血が流れ続けている患者に日銀が浸したすら輸血を 送り続けているような、そんな状況ではないかというふうにも思います。その日銀が輸血をしている相手が、政権与党に票を送れるような企業なんかではないかというふうにも見えるわけですね。国民が直接もらってないわけですから。